どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は、ブックオブデーモンズという、ディアブロとカードゲームを融合させたかのようなゲームを遊んできます。こちらリリース日は2018年12月14日とのことで、3年前ぐらいですね。まあ、ディアブロ風ということから、海外では一時話題になっていたようで、非常に好評、8400件ほどでね、評価かなり高いですね。しかし日本語化はされておらず、そのため日本ではね、知名度がほとんどないようです。で、アップデートは今でも続いており、細かい修正やバランス調整がたびたび行われています。もうディアブロライクにね、カードでデッキを組む楽しさが合わさると、一体どんな内容になるのか、まあ、気になるところでありますが、では早速始めていきましょう。クラスは3つあるのかな？しかし、ロックされてますね。モードは3つあって、ローグライクモードというものがありますね。これはパーマデスなのかな？じゃあとりあえずノーマルモード、行ってみましょうか。このおじいさんの声、どこで聞いたことがあるような、そんな声ですね。画面下のね、ライフゲージ、あとマナゲージ、ディアブロライクになってますね。お、始まった？どうすりゃいいんだ？ああ、主人公は、なんかペラペラなペーパークラフト。それできてる感じですね。この道なりに進む形なのかな？それっぽいな。Y。あら。なんと、遠距離で、壺を壊せる。こんな感じで。で、下から敵っぽいのが来ましたね。これどうすんの？あ、Y で切ってる。うん。超遠距離から攻撃してる。これお金とか取れないの？で、今んとこまだカードの概念ありませんね。ターゲットを選んで、オートアタック。攻撃が自動的に行われるんですかね。A ボタンでも行える？まだわかりませんが。うん、A ボタン押した方が、なんか早く攻撃が終わりそうな感じするんだけど。すごい遠距離攻撃だね。こちらは、確実に食らわずに済んでますけど。今お金取りましたね。次なんだ？これちゃんと、道の上にね、おびき寄せないと。お金は取れないんじゃないかな。そうですね、取れませんね。さあ、宝庫。開けたけど、どうやって取んのこれ。いや、取れないよ。ちょっと、取らせてくれ。お宝落ちてんじゃないか。あ、これか。なるほど。ゲームパッドの右ジョイスティック。それ取れるんだ。で、なんか入手しましたね。これが初めてのカードか。マイティーブロー。なんか近接攻撃っぽいけど、スペルって書いてありますね。装備してみた。で、こんな感じで取ると。相手をね。ライフは自動的には回復しない？泉か、カードを使う必要があると。もしくは街に戻って、ヒーラーに返してもらう。あ、X で使える。お、使った。あー、クールタイムですね。時間が来ると、使えるようになる。スペルをね。で、これで回復すると。なるほど。今んとここれ A ボタンね。押しっぱなしの方が全然いいけど。これを押さないメリットってあんのかな？お、レベル下？なかなか演奏は派手ですね。これか。レベルアップ。ライフを上げるか、マナを上げるか。どっちが選択すると。とりあえずマナを上げてみましょうか。いやでも戦士だからな。ライフを上げるか。あ、なんか、選ばなかった方が、壺に入りましたね。これは何か影響するんでしょうね。後に、町の方で。そう、一つ目クリアして、次は二階かな。あ、なんかいますね。ボスっぽいよ。で、今んとこ、連打するぐらいだよね。ボスバー。簡単には倒せなそうだけど。あ、ダメージ与えてますね。おら、下だぞ。いいぞ。あ、どうした？無敵？ああ、回復した。なんだと？ああ、おら、ああ、でも倒した。ああ、やったっぽいな。とず骸骨をガンガン倒していくと。うわあ。ライフも回復しよう。さあ、あっさり倒しましたね。あれ？これで終わり？早かったね。で、まだハテナマークあるよ。何かあるということなのかな？もう一回行ってみよう。次なんだ？ゾンビ。毒のハートだと。奴ら爆破する。離れた方がいいんでしょうね。こいつらか。この爆発は、
敵には効かないのかな。お、新たなカード。ヘルスポーション。とりあえずここはクリアのようですね。あ、これで次行けるんだ。ゴーダウン。おお、やっただ。とりあえずどんどん進んでみましょう。いろいろ要素が解放されて、今度はなんだ？フレキシスコープ？なんだね、それは。ベリースモール、スモール。フレキシスコープ。こちらの進行度に応じて、ダンジョンサイズが変わるのかな？おっと？新しいよ。なんだね？シールド？タッピング B って書いてありますね。B ボタンでなんかできんのか？ああ、防がれてる。まずこいつだな。ガーゴイルかな？ストーンハート。このガーゴイルは魔法系が効かないようですね。で、B を押す。あ、ただ変わりましたね。さら手が、どんどん荒れてますか？まずぞ。ライフが削られている。結構油断すると、どんどんダメージ受けますね。で、ポーション使って、ポーションは、あ、これで、取得されましたね。カードにさらに取得が必要なんだ。右下のマナーがあんまり回復してませんけど。なんか回復の条件があるのかな？なんだ？お！最大ライフがアップしましたね。グレートだと。来た、ガゴール。こいつ結構攻撃範囲が広いですね。こいつ動きを読まないと。ダメージをね、もらいまくってしまいますね。お、なんだ？ああ！弓扱いがある。こいつは強敵だ。やべやべやべ。強敵すぎる。まずお宝回収して。アーマーかな？ブラッディアーマー。これライフは回復しそうだけど。ガゴイル。あ、なんかハート落ちてる。うん、ダメージを受けると。ハートを落とすのかな？これ剣ですね、カード。シャドウソード。新たなカード。盾っぽいよ。これこそまさに弓を防げるんじゃないの。あ、弓使いだ。これは、シールド使わないと厳しいんじゃないの。そんな感じしますね。これ外して、装備する。こうかな。お、お、防いでる。いいぞいいぞ。まあ、この敵に応じてね、カードの切り替え、それを瞬時にね、行えたらいいんでしょうけど。まだ魔力が足りずに設定できませんからね。こっちの攻撃は無効された。まずは周りの雑魚敵ですかね。おら、やったか。やだっぽいな。次はアミュレット・オブ・マナー。マナーが回復する時間で。多分これあれですね。この画面下のこのロックがかかってる部分、これをアンロックしていけば4つ目のカードがね、設定できるみたいな、そういうことなんでしょうね。カード鑑定ってありますね。おなじみ。現在はまだ未鑑定のカードは持ってないから、それはできないっぽいですけど。これで、ああ、アンロックできるんだ。2000ゴールド。おお、やった！スロット4つ目が解放されましたね。あと、これもやってみるか？謎の。試して使ってみたら、なんかいろいろ増えたよ。なんだなんだ？何が起きてるって言うんですか、これは。なんかいろいろどんどん増えていく。なんなんだこれは。うわぁ。謎すぎるが。うわぁ、増える。うわぁ。あ、カードにした？ムーンルーン。ルーンカード。なんか他のカードアップグレードできる。そしてアップグレードできそうだね。ポーションか、このマイティブロー。とりあえずダメージは上がって、スタン能力も上がる。で、これ上げていきましょう。ルーンを設定して、アップグレード。おぉ、やっただー。お、二人のキャラクターがアンロックされたかな。ローグにメイジ。キャラクターはいつでも変えられるんですかね。今のところ、ゴリ押しでね、なんとかなってますけど。難易度上げていけば、難しいのかもしれない。さあ、盾破壊して、ヤーさん倒していく。おっと、弓使い。弓使いの場合は、カード書き換えたいが、
なんだ？なんかいるっぽいよ。新たな敵か？まずは周りのこいつら倒さないとね。あ、これ、敵の矢をね、他の敵に当てることができますね。まずい。あっと、間違えてポーション使っちまった。さあ、新たな必殺を使って、敵を倒したらレベルアップ。次はなんだ？怒りのマネジメント？早い攻撃は、敵を怒らせる。で、敵はなんか特殊な攻撃をしてくると。じゃあどうすればいいんだ？スタンさせたり、凍らせるとよいと。もしくは、オートアタック。あいつ強そう。あ、あ、こいつか！アンガー。こいつは、あれだね。必殺を使えばいいという話だが、使えないな。もしかして、あ、マナ不足。いろいろカード設定しすぎて、必殺は使えない状態になってる。じゃ、これはシールド外す。これ使うんじゃないの？どうかな？あ、使えますね。おら、スタンさして、今のうちに攻撃する。うん。こんな感じか。よし、レベルアップ！カードの組み方も、工夫が必要になってきましたね。こちらクリアして、新たなカード。これ未鑑定かな？うん、多分未鑑定っぽいね。マジカルカード。では、カードを鑑定してもらいましょうか。お、このカード持ってました？より強力なマジカル&レジェンダリーカードがあると。マジカルって書いてあるけど、レベルが必要って書いてありますね。8レベル。まだマジカルは無理なんだ。ここはかなり、敵いるけど。やるのがこれ。殺されてる。まずまずい。強いぞこれ。うわぁ！初めて死にそう。おら、この野郎。盾壊して、切りまくる。一応周りにハード結構あるから、解放できますが。うわぁ！まずい。あ、なんだなんだ？敵が消えた。あぁ！何が来てんだ？ハード回復。さらに回復。うわぁ！死ぬ！おら！必殺！まずは距離を取りましょう。すごい囲われていたからね。さあ、どこといて、こいつは、こいつはスケルトンか。いや、危なかったね、いきなり。お、新しいな。ニューカード、ブレイドストーム。モンスターすべてを攻撃する、あなたの、プロキシンティ。なんだそれ。2枚目のカ、ああ、なんだああなんだおお何が起きた？え？カードをゆっくり見ていたら。なんだ？これを合わせることで孵化する？お、お、ちょっと難しい。あ、ああ、またやられた！なんだってんだ。あ、なるほど。マナ切れはやっぱり、このアミュレットみたいなカード。それは必須になるんですね。それさえつけていれば、マナが回復しますからね。どんどんスキルも使っていけるんだ。そしてカード。斧。バーニングアクス。あ、これは自分の攻撃がファイヤー攻撃になるんですね。さあ、新たなファイヤーアクス。その性能見ていきましょう。お、いいぞ。燃えてる感じするけど。まずいな、これ。囲まれてる。個性変えよう。おら、スタン攻撃。まずこいつは倒してと。それ、スタン。スタン中に攻撃したいが。届かない。もう一丁。なんとかやれてる。スタンだ。うわ、危ない。回復する。スタンから、奴ら倒して、レベルアップ。うわ、攻撃は、すげえ、激しくなってきましたね、本当に。ちょっとやそっとではやられちまう。あれ？おかしいな。アップグレードするカードを間違えた。普通のカードをアップグレードしちゃったんだ。マジカルをアップグレードするべきでしたね。ミスったな。あ、ボス戦かな、やっぱり。よし、行くぞ。結構遠くにいるようですね。よし、ボス戦だ。フレッシュミート？フレッシュミートならぬ。ブッチャーか？ザ・クック。ブッチャーのオマージュですね。よし。まずこちらを倒していくか。
っさん当てて、雑魚手がぶった切っていく。しかしここはあまり道は広くないからね。あ、なんだ、隠してる。逃げ道に注意が必要なようですが、どこもらったな。どこ回復。おっと、あー、出た。ピオリ、ピオリ回復しろ。よっ、お、あら、とっ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 と、回復。まだ弓付けは先に倒したい。しかし、ブッチャーの攻撃が当たってしまう。まあ、それならそれでいいか。いいぞ。スタン小息。こいつはスタンしませんね。もうちょいだ。第一段階は突破しようですが、新手。シールド破壊する。やつを切りまくれ。こいつはかなり行動がゆっくりだからね。遠くから攻撃当てやすいですね。どうした？おお、なんだなんだな。なんだ、突っ込んできた。変な BGM とともに。今チャンスだ。残り、変身は2回ぐらいかな。おお、なんだ。これはラストかな。おお、なんだ？スタン攻撃を当てたら、あれ？今絶対落ちた？最後。やったっぽいな。ああ、なんだなんだ。うわあ。何を投資してんのこれ。おぉ、すごい報酬だ。やっただわー。とずまだザコテがいるので、片付けましょう。すごい報酬だけど。カード。何カードだこれは。レジェンダリーカード。初めてのレジェンダリーですね。おぉ、おぉ、やったー。歓迎されている。みんなありがとう。まずはレジェンダリー、このカードをね、鑑定しましょう。お、これ持ってるものですが、それのレジェンダリーバージョンですかね。現在はこれですが、レジェンダリーレベル12が必要。まだレベルが足りないっぽいね。あと1レベルだ。で、能力はデーモンに対してよく効くって書いてありますね。そして敵を燃やすとハートを落とす敵が 5% の確率で。うん、確かに性能は良さそうだね。すぐ使えないのが残念ではありますが。では本日はここまでにしましょうか。今回はディアブロとカードゲームを融合させたブックオブデーモンズを遊んでみましたが、まあ、初めはボタンを押すだけで操作はとても簡単かと思いきや、逆に難しい場面がね、多くありました。誰を狙うかがある程度自動で決まり、さらに敵の種類に応じて瞬時の判断が必要になり、場合によってはカードの構成を裏側に切り替えるといった、もう無心でね、敵を倒しまくるハクスラではありませんでした。まあ、この後ね、難易度が上がると、より複雑な判断を行う必要が出てきそうです。まあ、慣れればどういう行動を取ればよいかがわかるようになってくるため、まあ、爆発を踏めばね、それだけ戦闘も面白くなってくるんでしょうね。で、こちら、今回の私のプレイで気になった方は、ぜひ購入して遊んでみてください。じゃ、というわけで、また別の動画でお会いしましょう。